こっちの車、誰乗るんだ？はーい。なあ、他は？はい、妹さんはこっち。どうかした？いえ、何か大切なものを忘れたような気がして。え？大丈夫、忘れ物も含めて旅行の醍醐味なんだから。旅慣れてるヒカルさんが言うと説得力が違いますね。ところで一つ聞いてもいい？何でしょう？ちょっと前のことだけど、夏目の部屋に一晩泊まって何もなかったの？汚いな。まずいこと聞いちゃった？で、どうなの夏目？アズ様で何もあるわけないだろう。兄弟なんだぞ、なあ。はい。お前はどこにもやらない。ふん。じゃあまだ何か？入院中のあずさとは何もなかった？あずめ、後ろは随分と賑やかなようですね。ヒカルがいるからね。いいな。なんだよ急に。動揺してる？どうなんだあずさ。バカ言わないで、病人だよ。そうですよ。だよね、看護師さんの目もあるしね。あ、でも屋上とかなら誰もいないかも。もう謝らないよ、だって僕は誰よりも君が好きだから。あれ、そういえばまだ何か？いつものナイト君は？キー、なぜいつも私を忘れるのだ。もう東京出ちまったぞ。あんたたち本当面白い。